時は来た。決着をつけようぞ、剣心。望むところ雌雄を決するわ今。私にまつわらぬ因果など何の興味もない。なんのさらに険しき戦場とで乗り越えてきたわ。真田大将、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。あれは軍心を追い立てる武田の策です。こちらはひとまず陣を取り進めましょうと。こぼれた着物一つでも私に投射してみせろ。うん、このわしが見ておるぞ。承知つかまず。石垣を砕いたからにはもう後戻りはかなわぬ。風林火山、いずれにてほふられるが望みか。勢いは敵軍にある。今はしのぐ時じゃ。安平不動、未来に動く中へ。いくばくかの悲鳴を与えた拙者はここまで。何の、これしきのこと押されたうちに入らん。面倒だ。立ち向かうならば退去してこい。血の匂い、みんな知りたがりばかりだ。こんな時に何だけは。喉が渇いてどうしようもないぜ。さすがよ三成、どこまでも我についてこい。はは、ありがたき幸せ。目覚ましいご活躍、敵味方皆が倒幕しておりますと。いつか俺も雪組の一員として名を馳せるんだ。我らには毘沙門天の加護のみならず、共に丹下の星を呼ぼう。左腕の期待を裏切るな。軍様のご意向あり。この雪が一生の不覚、申し訳ございません親方様。よい、ひとまずは下がっておれ。ゆきぶまったく、相変わらず前しか見てないんだから大将は。ま、尻組も俺様のお仕事だってね。いいか、そんな奴相手に命を投げうるな。はなから私に任せておけばいいものを。左腕の期待を裏切るな。共に丹下の星を読もう。俺だった。力の差が歴然としておりましたぞ。敵陣が落ちたぞ。例の逃亡を許すな。この糸に散りゆく者の慰めたらんこと。そりゃ連中だって覚悟はしてたさ。はぐるかそう、こうかこうか。もう優しくはないぞ。命を惜しむなら立ち去れ。どれだけ拾うと何の慰めにもなりはしない。俺はみんなの剣、みんなは俺の剣。私の手勢はよく動く、過剰に過ぎるほどにはな。軟弱を嫌う秀吉様のお心持ちもごもっと。なんとも早素晴らしき兵糧の運び台もありまする。親方様こそ守り神、まさに我らが館そのもの。
サワンの期待を裏切るな。共にタンガの星を読もう。陣を崩してみせたように敵の軸をも崩しましょうぞ。これ以上敵を潰し続けるのは気に食わねえな。よくやった。お前の撒いた種、無駄にはしないぞ。おいおい、まるでうちらが弱いみたいじゃないか。しかしな、わざわざこんな大一番に乱入するなんてさ、オタクもほんと物好きだね。さて、それじゃあ始めますか。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつださ。そうだ、このままで軍神の治れたわしは見定めねばならん。この狂乱の行く末をの見果ての明日に思い馳せるか、あるいは背を向けるか、その違いこそがお主と雪村の差じゃ。貴様ごときが秀吉様と同様の物言いよう。なぜだ、過去を慈しむことの何がいけないんだ。わしも老いたわ。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。